どんなお客さんがリピートしてくれるんですかあの、さ、まあ、ファンの人も来てくれるし、ちょっと味には自信があるので、美味、うん、しいっていうことで何度も来てくれる人もいるんで。おー、よかったですね。もう、最初本当大丈夫かなと思って本当よかったんですちゃんとさ、やばいな、やばいなと思ってましたからね。一番言うてたもんだって。やばい。で、撤退、撤退って言って。だから俺、手っこ入れしたんじゃないですか。お笑いの仕事してないですかお笑いの仕事はね、ちょくちょくやってるよ。 そうなんですかうん、ちょくちょくやってるけど。ライブとかも出たりとかしてますよね。今度、4日、日富山のワンフェスっていう、はいはい。フェス、結構でかいフェスのオープニングアクトに呼ばれてます。ええ、何やるんですかうん、普通に歌う、フェスなんで、歌え。歌うんだけど、オープニングなんで俺ってなったんだけど、オープニングアクトでやってきます。え。で、そこで、キッチンカーできたんですよ。はい。そこで、あの、牛宮場の。 え、そんなん作ってるんですかそう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 。へぇー。ずっと回ったろうかなと思って、全国を。へぇー、キッチンカーで。キッチンカーでずっと回りながら、うん、日本縦断しようかなと思って。いいな、それ。面白そうでしょ俺もやろうかな、キッチンカー。<laughs> すぐなんか真似したくなっちゃう。ただなんかあの、県またぐときに、許可が結構時間かかるんで、ああ<ー>。なかなか、 ずーっとそのまま行くことができないらしくて。ああ、保健所のね。うちは一応今、富山の方は、あの、焼肉丼。ああ。たこ焼きもありですよね。たこ焼きもありやと思う。大変よ、でもたこ焼き。そうだよね。なかなか意外と焼けないんで。ああ、時間がかかる。時間がかかるから、結構並んじゃうんだよね。でもあの、今度お好み焼きやろうと思って,て何でもやるな お好み焼き屋さん。うん、あの、北海道でね。はいはい。僕がよく行ってるお好み焼き屋さんが。あってはい、はい、そこがめちゃくちゃふわふわのお好み焼きでめちゃくちゃうまかったんですよ。うん。新千歳空港から。はいはい。そのニセコに行くとちょうど真ん中に、キノコ王国っていう道の駅みたいなのがあるんですよ。はいはい。 キノコがいっぱい置いてある。キノコ王国。キノコ王国って思うんですよ。はいはい、そこにフードコートがあって、うん、そこのフードコートの横にちょこんってあるお好み焼き屋さんだったんですよ。うん、でそしたらなんか奥さんがその辺の人で、はいはい、大阪出身なんだけど、うん、奥さんについてそ,そこに行ったんですよ。うん、で、そのキノコ王国で働いてたら、お好み焼きを売ることを思いついて、うんうん、やってみたいですって言ったらどうぞって言われて、その地元の キャベツと、北、はい、海道産のキャベツと長芋をたっぷり使ったお好み焼きを作ったんですよ。だそれめちゃくちゃうまくて。<ー>そのもうあらかじめ工場で、そのミックスは作るんですよ。この後小麦粉とその長芋とかのミックスは作って冷凍してお店に送って、解凍してでキャベツとかを入れてで焼けば、そこのお好み焼き屋さんは、長芋の量を そのギリギリ固まるぐらいに入れるんですよ。そうそう。絶妙にあるそんなだから。はい。今その、スーパーとか塗ってるお好み焼き粉の中にも粉末で入ってますもんね。でもね、あれは、やっぱりそんなに入ってないんですよ。あ、そうなんだ。いいですよ。長の方が高いから。はいはい。だけど、それをギリギリまで入れると、絶対よすっごい不わになる。美味しいと思います。普通は、だからそこを攻めないんで、カレーパン専門店やるんですよ。専門店やるんだ。はい。ええ。カレーパンの中のフィリングを、 中にトッピングうん、だからチーズを入れたりとか。ああ、はいはいはい。あでももう揚げたてカレーパンってことだ。そうです。で、その場で揚げるんで、こう生地の厚さをめちゃくちゃ薄くできるんですよ。なるほど。あの、ま、絞まないってことなんだ。いや、ぼまないというよりは、揚げたてなんで、その置いとくと、やっぱりその薄いと割れちゃったりとかするあはいはいはい。それ割れないようにして揚げるんで、めちゃくちゃ薄いんですよ。 だからもう、めちゃくちゃボリュームがあるように感じる。な,なるほど。うん。絶対いいと思う。で、あの、ベーコンとかも入れられるし、で、一番面白いなと思ったのは芝漬けを入れたらめちゃくちゃうまいですよ。カレーパンにはい。まあまあ、カレーの福神漬けみたいなことなのかなそです。そうそう。爽やかでちょっとスパリパリする。はい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 。食感もいいし、ね。ホレエモンって何屋さんやったっけ飲食店経営者です <laughs>。そう、そうやったっけいなんでこうやってここのオンラインサロンもそのために作ったんですよ。 なそのために、いろいろやるために。いろいろやるために、うん、俺ちょっと時間ないんでやりませんみたいな。へえ